気持ちよくなっちゃった。あの、下のパンツみたい。え?あの、グリさん、あなたもしかして変態ですね?いや、そんなことないですよ。研究者の佐賀です。ああ、研究、なるほど。はい、スターのパンツを研究したいと。あ、じゃあちょっとシスターのパンツ共有しますね。 はい、今個人チャットにね、送らせていただきましたので、ちょっとご確認ください。あ、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 
ょう。極める噂って何ですか、はい、何が起こるんですか。あの、聖水をかけさせていただきまして。聖水をかけさせていただく。はい、こよりの聖水を。こよりの聖水はまずいんじゃないですか。ああ、そうじゃなく、そうじゃなくね。あ、そういうことではなくて、こよりの聖水はまずいのですか。あ、神父様、あの、問題ありません。すいません、申し訳ないです。問題ありません。問題あるの。ん、まあ、はい。興味が終わりで、はい、興味がある神父様。いや、すみません、何が悪いのかがわからなくて。すみません、ちょっと、そのままでいてください。わかりました。はい。こよりの聖水って言っても、神父様は、ん？ってなってましたよ。こよりちゃんの作った、そういう聖なる水ってことじゃない。違う。そうですね、こよりが、うん。体の中で作り出した的なことですか。あ、そうや。あ、違う、あ、ごめんなさい。ああ、怪我しちゃったね。なるほど。それはいけませんね。それはいけませんね。それは大変いけませんね。あれあれ、こよりさん、そう、あるある。わからないままでよかったのに、神父さんは殺しちゃったね。そういうことですね。いろいろなこう、掛け合わせてできたものではなく、自家製ということなので。こよりの変態、こよりの変態。ちょっと、オブラートに包んだつもりだったんですよ。あ、なるほど。そうですね。